おはようございます。今日はこちらの畑の収穫からですね、始めたいと思います。こんな感じでまた色づいているトマトがあるので、今日も頑張っていきたいと思います。
2連投の畑の収穫が終わりました。今日はこの4カゴとですね、あと黒詰めの予定している規格外と、あと半分も満たない、まあ約合計5カゴですかねの収穫でした。でこの2連投があったので、親父の3連投の部分をまた始めたいと思います。3連投の収穫が終わりました。この5カゴとですね、この4カゴと、あと全て埋まらなかったんですが、まあ半分とちょっとぐらいですかね、合計10カゴの収穫になりました。親父のところは多いですね。お疲れ様でした。こちらは規格外、まあ、いわゆる B 品のトマトですね。また数日後に袋詰めにしたいと思います。ぜひ皆さんですね、チャンネル登録よろしくお願いします。